第2幕探索セッション。目は相変わらず。あ、影が出来上がってる。ありがてー。光がこんなにある。怖いんだ。彼らが見てる。シェイディの方も行けるかな？オッケー。ん？あ、奥にアザーたちは見てるって書いてるわ。アザーたち。誰もいないわ。アザーってその人形たちのこと言ってんのかな？全部憶測でしか喋れないってのがあれだけど。よ、うん。よし、とりあえず目を塞いでみよう。あら？ああ、拷問だ！人が苦手だって言ってるもんを。よ。うん。それをあげるとどうなるかっていうと、あ、向こうに影が伸びていくってことか。うん、このブロックを押せるようになるってことだ。さて、そうはしたものの。あー、そうだよね。それなくなると困るんだよな。シェイリーが一回ちょっとこっち。あー、これむずくなってきたか。そうか、この台座の上に箱乗せればもっと高くなるか。日がじゃなくて影が大きくなってくれるか。なるほどなるほど。で、本人はここ行けるし、シェイディはシェイディでこれでクリアできるんだ。オッケー、なるほど。Can you talk to me, please? これどうやって撮んのこれ。ジャンプとかできないけど今。柱のところにある。うん。目を塞いだら何が起きるかとりあえず見よう。台が上がってくるだけなんだけど、さっきと同じ要領でちょっと上げてみよっか。これこんなとこにあるけど取れないよ。なんか壊すハンマーみたいな武器が手に入るのか。いや、そもそもね、ジャンプができないんだよな、こっち側。あー、そうかそうか、乗るってことはできるのか。こうやって乗る。はい。あー、そうやって落ちる。もっと単純なソリューション。こうだな。オッケー。君を見ているよ。はい。あ、これ取って巻き戻したらそれなくなるか。やり直さなきゃいけない。やり直すっていうか。ちゃんと正解のルートは時間を進めて普通にプレイして導き出さなきゃいけないね。オッケー。進めた。素晴らしい。で、シェイディもシェイディで進んでいけますよね。うん。見てる人たちは仲良く遊んでくれないの。アザーのことか。アザーって呼んでるやつかな。ほら、この箱、キューブ型の箱のやつとか、と、このやつらをアザーって呼んでんのかな。ここには誰もいないわ。ヘイディだけグイグイ進んでるけど、いいのかな。まあ、特にスイッチとかブロックとかないから、何もやることないのかなって思うんですけど。これ時々ありますよね。お互い何にもその世界に干渉せずに、ただ進むだけの時間。うわー、こっち側なんかありそう。ほら、こっちのさ、影、あ、ないか。40匹もね、鳥がいるってなると、なんかあっさり隠れてる鳥とかがいそうな気がしたから、この、ほら、この壁際とかさ、見えてないけど、ちょっとそれはアンフェアすぎるか。ここには来たくなかったの。怖いの。彼らは隠れてじっと見てて声はかけてくれないの。やっぱりキューブ頭のなんか操り人形じゃないけど、そういうあのやつらのことをそのアザーって呼んでんのかな。とりあえず目を隠す。はい。そうすると、あー、台が縮んでいくんだな。で、またしても箱って使ってのパズル。見てなかった。で、目隠してあげて、この箱をどっちに置くかだな。あれ？置けない？置けるよね。まあ、低い方に。あ、いや、ちょっと待ってよ。
それはそれで困るのか。あ、違う、あ、乗ってなきゃいけないかも。うん、乗ってなきゃいけないわ。あ、いや、乗ってたらダメか。え、ギリギリいいのかな。ギリギリいけんのかな。乗ってたら日にさらされちゃうね。拷問だ。拷問ルート来てるわ。この状態で話すと背の高い方の影で、あ、いける？いけるか。で、箱に影作ってもらって、オッケー。はい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 。で、こっち側に。そうなんだよな。そこ、シェイディをどうやって運んであげるかが問題になってるんだよな、今。トゲだらけだから。あ、このまま押していけるか。これが、ちゃんと、台になってくれるかな。あ、かなり近い。ほら。自分と、シェイディの影、シェイディの影シェイディの姿が、いつになく近かったな。彼らが見えない。隠れてじっと見てて声をかけてくれない人たち。いや、言った方がいいよ。あのキューブ頭のさーって。彼女の恐れる相手が私を育てた。あらゆる影の中に隠れている。あー、やっぱりその二重人格的なことなのかな。あー、その、メンタル的なね、病棟にいたことと、自分とは違う人格で喋ってる感じとか、ちょっとそれっぽい感じありますよね。うわ、塔と台座のテーマがすごいな、今回。どうするかっていうと、まあ、同じように考えるんだったら、乗せてあげる。乗せてみると、大体影がすごく長く伸びるから、あー、いけるじゃんってなって、るんですけど、まあ、問題があってシェイディの方、そのトゲどうやって乗るのって感じですよね。彼らが見ると燃えるの、痛いのよ。うわ、あそこにも隠れてるじゃん、なんか砂丘みたいなところにしかもかなりでかいぞ。これはこれで良さそうだったけど、まあ問題ありですよね。あれ、これどうすんのかな。まず、あ、まず乗せるか。まず、多分向こうの目を隠しても同じような組みが取れるんだったらと思ったけど、無理だよね、それは。これじゃ押せないか。この状態で影出してみると、え、ちょっと押せない、それ無理。あ、そうかそうか、下に影があるから回り込んでこう奥に引けるんだ。そうするとちょっと中腹に箱を押しやることができるから、真ん中だったらギリ届くって感じだな。で、そしたらこの箱をまた元に戻せるはずだから、あー、やばいあー、そういうことね。まあ、マジで本当に光と影めちゃくちゃ利用したパズルだな。いい人かもしれないから気にしないで。そうだね、彼らが見えないから分かんないんだって。まあ、確かにあれに見つめられたらちょっと気おかしくなるよな思ってるより不気味なんだっていう話ですよね。 OK。 いや、進めるときは進んじゃいますけど、あー、あれ、これ大丈夫かな。なんか蒸気みたいなのが出てるの。これって塞ぐとなんかいいことある。おお、違うところから蒸気が出て、おお、下が下がってグイーン、ボタン押してないとダメか。グイーンで上がっ、下に降りてもらって、あれ、グイーン困るな。なぜならこの箱がいるっぽいじゃん。待って、急げ急げ急げ、急がなきゃいけないかも。あれ、全然急がなくていいこれがまたね、手前からなんか切り替わっていくのかなと思ったけど、全然急がなくてよかったわ。あー、絵本みたいで綺麗だな、その色がついてない白黒の世界も。
本当にがっつりパズルゲームだわ。あら、僕が取らなきゃいけないっぽい鳥がいる。ヘイリーちょっと進んでもらって、それ目隠してもらわないと。そこがなんか、え、なんだ、ん、なんで動くんだ。あ、なるほどなるほど。あー、そのランニングマシーンみたいになってるこれ。はい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 、うん。あれ、僕こっち行っちゃダメだったかなこれ。なんかそうっぽいぞ。もっと前だわこれ、ミスってるのが。渡っちゃった、その行けるがままに。つまりこのままこっからパズルスタートって感じだね。で、箱の場所を動かしたことによってどうなったかっていうと、あー、そういう状態になるわけね。じゃあいいところで鳥を取っときます。で、そしたらなんだけど、シェイディはどうしたいんだこれ。シェイディをどうにか、なんか箱に乗せるかなんかしてね、向こう側に。あ、いやいや、いけないいけないいけない、これ影全然ダメだよ、影は壁になってるもんな。うーん、なるほどなるほど。ちょっとなんか考え、この箱に乗ってもらうってのがなんかちょっと良さそうなんだけど、例えばどうだこれ、もうちょっと奥乗せる。はいはい。で、そしたら乗ってもらって、で、ちょっと上げてもらって、多分これ、これ以上上行くと、あー、当たっちゃうんだよな。よしよし。じゃあこの辺りで待って、で、これで上上げてもらう。あ、でもそうする、それってさ、もう届く？あ、届く。あ、よかったよかった。ジャンプ力舐めてたわ、ごめん。それが届くんだったらいいんだ。え、よくないか、僕の道がなくなっちゃう、そうなると。このこう、あ、でもいけんのか。そうかそうか、目閉じてるときに上がっていくんだもんな、下は。あ、オッケー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 、これでどっちも行ったはず。あー、なるほどね。オッケー。私は彼らや彼らの目から隠れてる部屋の中で友達とだけいる方が安全な気がするの。うん、なるほどね。まあ人の目線が気になる時期ってありますよね、結構いろんな人。うん、それを頑張って乗り越えていくみたいな話なのか。いや、でもまあそれ、私はいけない、あまり行き過ぎないで。だからまあその夢の話とか出口の話とか人の目線の話とかいろいろと話は入り乱れてますけど、うん。あ、またシェイディが行けないところまで来てしまった。なんだここ、なんかピラミッドじゃないけど、なんかその古代文明的なね感じがあるんだよ。わあ、もう完全に光ってるけど。あー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 あ、ちょっと待って、これ逃げた方がいいのか。ああ、危ない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 。てか、あいつらは光大丈夫なのか。全然。お日様さんさんの下でブランコ楽しんでおる。やばーい。あー、砂に足取られてる。これまた落ちていく感じだ。にーんって言ってる。あ、砂時計みたいになってんのか。やばいやばい、これ砂の中とかそれこそトラウマになっちゃうよ。ジャリジャリだ、なんかこれ。一回水水、うん。二畑で普通に戻った。メンタル強いな。Seems you're afraid of light. あら、また同じようなこと言われてるぞ。それに何の意味がある、光を恐れることに。彼女に時間をかけなきゃいけない。私は弱さを見るのとても鋭く悲しげに、過去を裁き未来を祝福する私の進化よ。過去を裁き未来を祝福する。こい。あら、内省。自分を顧みるってことですね。でも、まあ、幕が変わらない限りは、あ、暖炉の火だ。やば、燃えるかも。
あ、やばいやばい。ああ、と思ったら出てくる、また。うん。でも燃やしちゃった方がいいか。燃やしちゃって、出てくるところに立ってた方が良さそうですね。ここら辺。はい。そしたら、鳥を自動的にキャッチ。気をつけるんだ。で、僕はこっち。ああ、でもその、さっきの、まあ、寄り道しないでって言ったよね。今はどこにいるの？うん、ここの方が好きらしい。Really? It's so hot. なんだっけ、何言おうとしたんだっけな。その、さっきのね、箱で影作るっていうのが結構メインっぽかったけど、今回は火になってるのかな、結局。あ、これも押し込めそう。そうするとどうなるかっていうと、あー、拷問セルフセルフ拷問。まあ、とりあえず、ヘイディ運んでみるか、そのまま、素直に。よっ、はい。あ、そうかそうか、この箱があると、僕は、先に進めないんだな。よし、OK。うーわ、石炭に埋まってるけど、ダメそう、もうあれ、助からないわ、きっと。ああ、ここ好きじゃない。ヘイディは好きじゃない。暑いから？あなたの中にあるその感じを感じないの？おお、火がついたりつかなかったり。あ、取り取れた。内側の火。あ、それも点滅することになるのか。よし、中。内側の火。影のね、その光の加減で見えたり見えなかったりする文字ありますよね。彼らはまだ見てるの？いや、彼らは忙しいの。ああ、なるほど、この暖炉でね。I guess someone has to keep the fire alive. お、なんかちょっと難しそうなパズルあるな。まず何しなきゃいけないかを考えるんだけど、とりあえずそれ届かない。さすがにそのジャンプ力はないってこと。あ、箱取れるのか。あ、取れる箱。あ、行った方が良さそう。今回はシェイディの方が大変そうだから、シェイディ先に行ってみるかな。私は見たくないし感じたくない。火は時に衰える。君はそうするべきじゃない。衰えるなって言ってんの。結構難しいこと言ってんのよ。誰でも衰えていくよ。うん、こういうのなんて言うんですっけ。不意語だっけ。なんかそんな言葉ない。熱はいいのよ、内側にあって素敵なものだから。うん、内側にあって素敵なものだから。熱はいつだって不安定なの。太陽はもっと安全だ。なんかお互いなんか話が噛み合ってるのか噛み合ってないのかよくわかんない会話が続いてる気がする。太陽は外側にあるわ、だから燃えてるの。外側がね、内側に燃えることになんか、あーなんか切り替わってるけど、え、なんだろう。あー、なるほどね。待って、あい、無理だ。待とう。ん、あ、来てるよね。よし、で、あー、ちょっと待って、とりあえずそこ乗るわ。で、進めるなら進んでもらって、だからシェイディの方に仕掛けがないんだったら、まあ本体の方はもう自力で行けるっていう認識でもういいよね、多分。ああ、その鳥行けるかな。ああ、ちょっと待って、乗らなきゃいけなかったわ。あれ、いや違う、こうか。そっか、もう一個橋があるんだ。OK。君はそんなに自信があるんだね。もう一個あるんじゃない、こっち側に。あれと思ったら、なんだ、切り替えの、これがもう一個ある。これなんか意味あんのかな。鳥が取れないパターンで動いてるとき、そっちへ調整してみたいな。そういうことかな。僕は火好きなんで、本体派です。太陽の方が嫌ですね。夏は
行動力マイナス 70% ぐらいかかりますからね。彼女は私がどんなに弱いかわからないんだわ。あーまあそうなのかな。そのシェイリーの方がなんか強いみたいなね、そんなイメージは確かにあるかな。ゆっくり箱に合わせて動いていく。はい、これ大丈夫か、僕これ助かる、これ